はい、次の方、こちらへどうぞ。私、相談員の夢宮と申します。本日はどうぞよろしくお願いします。はいはい、今日はどうなされました？相談者記入用紙はご持参いただけましたか？あ、どうもありがとうございます。お名前は、サダ。え？あんまり周りに聞こえるように言わないでほしい。そりゃ、なんでまた？うん、一応有名人だから、こんなところに来てるのが知られたら恥ずかしい。あ、わかりました。じゃあ、さっちゃんとでもお呼びしましょうかね。で、さっちゃん、相談内容は、呪いのビデオテープがあまり広がっていかず、呪いを全国に届けることができないと。なるほど。20年くらい前はすごい勢いで広がって、それは飛ぶ鳥を落とす勢いだった。ふーん、そうですか。はいはい。電気屋にダビングしてもらいに持って行ったら、著作権上コピーは受けたまわれないと。なるほどね。今はうるさい時代ですからね。まずね、さっちゃん、このビデオテープですか？これがまずいんじゃないかな。今時なかなか VHS ってのもね、そもそも再生できるデッキがだいぶ少ないんじゃないですか。まずは呪いを伝える方法自体を変えていかなきゃいけないような気もしますがね。え？どうするかって？そうですな。例えば YouTube ってんですか。あんなのでもって呪いを配信してみるとかどうでしょ。今風でしょ。今はほら、例のなんちゃら放送協会に対抗してテレビを持たない方も増えてるそうですからね。スマホやパソコンで広められたらいいんじゃないかな。でもそんな前髪で顔を隠して白目向いてるような陰気な顔で配信しちゃダメですよ。世の中のお父さんたちは疲れてるんだからね。仕事して上司に怒られて、疲れて家に帰ってきたら嫁さんに小言を言われてね。寝る前にささやかな癒しが欲しいんですよ。ほら、さっちゃんは元は綺麗な顔してるんですから。バズったら再生数もうなぎ登りですよ。どうです？え？パソコンや電話の画面から飛び出せるかって？あ、そうそう、今はね、そんなさっちゃんにぴったりなやつがあるんですよ。こんなね、メガネのでっかいようなやつを頭につけてね、 VR って言うんですがね、これがまたすごいんだ。その機械をつけるとね、実際には存在しない空間に入り込んじまったような感覚になるんですよ。うまく言えないんですがね、さっちゃんが画面から飛び出さなくても、あちらさんから入ってきてくれるかもしれませんよ。はい、大体の話はわかりましたから。4階にデジタルストリーミング化ってのがありますから、あちらの傘化けに頼んで上に上がってもらってくださいね。さっちゃんの呪い、みんなに届くといいですね。チャンネル解説したら教えてくださいよ。私ファン1号になりますから。あ、でも呪いはお手柔らかにお願いしますよ。はい、次の方どうぞ。